はい、今日はね、皆様に現世で悪いことをするとどうなるか、地獄に落ちた人を見ていきましょう。この人は嘘をついた人ですね。この人は嫉妬や浮気をした人、貨車で引き回されたり、釜で煮られたり、すりつぶされたりしてる人もいますね。オラがさばいたから並んでかね。こんな風にね、地獄に落ちたくなかったら、現世での行いに気をつけてくださいね。